里崎チャンネル。じゃあこんにちは。今日はですね、はい、ヘッドスライディングの有無っていう、はい、いいのか悪いのかっていう。いいのか悪いのか、はい、うん、だからまあね、坂本選手がヘッドスライディングでね、うん、指骨折しましたけど、はい、まあ、結構指とか肩とか痛めてる選手もいますよね。いますね。だからこれね、ヘッドスライディングはね、うん、やった方がいいのか悪いのかっていう問題です。はい、やった方、それってシチュエーションによるんじゃないんですか。やった方がいい場面もあるし、そうじゃない場面もある。じゃあ仮にやった方がいい場面はどういう。ギリギリの時、私のこう考えではヘッドスライディングの方が、まあ、ちょっと早く到達、塁に到達するんじゃないかってイメージがあるわけですよ。だから本当にボールが返ってくる、アウトかセーフかギリギリの時はヘッドスライディングで行った方がいいんじゃないかというイメージですよ。なんか正直、ファーストの、打ってファーストのヘッドスライディングとヘッドスライディングしないのは正直そんなに変わんないらしい。あ、ファーストはですか。うん、はい、あ、どこの塁も、はい、でもファーストとホーム以外は、だからセカンドサード止まんなきゃいけないじゃん、ベース通り過ぎれないから、はい、だからストップの意味も込めてスライディングした方がいいのね。あ、足からこうしとか、そうそうそう、はい、でファーストのヘッドスライディングは正直そんなに変わんないらしくて、へ、逆にヘッドスライディングが下手くそだと、はい、ヘッドスライディングの方が遅くなったりするの。あ、そうなんですね。でもよ、はい、日本人ってヘッドスライディングが、うん、なんていうか大好きなんだよ。いや、なんかかっこいいと思っちゃいますもん。そう、大好きな理由なんでか知ってる。かっこいいから。一番のダメなのは甲子園で最後のバッターヘッドスライディングするじゃん。あー、ファースト。しますね。だからなんかこう美化的に、はい、ヘッドスライディングを美化的に捉えられてる人が多いと思う。あとヘッドスライディングしたら必死やとか、はい、一生懸命とか言うやん。イメージある。一緒、なんかもうドロンコ感。それが一番ヘッドスライディングのもう悪よ。はい、あ、まあまあ、イメージついちゃってる。だってファーストとかヘッドスライディングしたら、いや必死さ出てますねとか、はい、一生懸命やってるとかって言うやん、うん、いや別にヘッドスライディングしなくても一生懸命だけどね。たまに解説とか聞いてても言ってることあるんですよ。今のヘッドスライディング、スライディングしたら間に合ってたんじゃないですかねみたいなこと言う解説者の方いません？いや、ファーストはもう俺はもうヘッドスライディングはね、しない方がいい。ああ、そうですか。その、気類は別よ、牽制とかの気類は別だけど、はい、あとはね、ヘッドスライディング、はい、まあ、怪我しない方法もあるのよ。はい、うん、だからベースにね、こうベースしたら、はい、こういこから骨折するのよ。うーん、ベースに対してこれ手ですか。うん、ああ、こうあるのにこう行くから結局こうグルラッとなるわけじゃん。だからこう行かなきゃいけない。でもこうより、こういう風に、でもこうよりこうの方がこの分早いじゃないですか、この分。そんな犠牲にしてまで。だって俺はあの世界の盗塁王、まあ、福本豊さんだけど、アメリカのリッキー・ヘンダーソン言ってた、はい、リッキー・ヘンダーソンはヘッドスライディングめっちゃするけど俺は怪我しないって、はい、なぜならこうやっていくって。ああ、こうはなんないんですか、こう。ん、こう、こうなってもさ、はい、こうなるだけだからさ。ああ、そっか、こうなるだけだから、こうなるだけだからさ、はい、別にこうとは全然違うじゃん。またそうですね、指よりはこっちの方が丈夫ですね。うんうん、だからやるとしたらこうよ。はい、やらないと、はい、で俺はヘッドスライディングで怪我したこと一回もないのね。へ、まあその一つの理由がそんなにスピードがないっていうところと、はいはい、しっかり俺はこう言ってたから、こうやって。あ、やっぱ意識してたんですね。そうそう、こういう風に、うんうん、こういかないで、こういう風にこの手のひらでタッチするように、はい、ってだから怪我しないんだけど、そうやってやんないと絶対怪我するわけ。こうやって浮かさないと、うん、だから今最近だとなんかあのよくジャイアンツの選手とかもこのなんか突き指防止みたいな走者のグローブみたいな入れてる選手がいるのよ、はい、あ、そうなんですか。でそれでこう怪我しないようにっていう、うん、まあ、だからそれも一つの手だね、うん、もうつけていいんだったらだから、はい、あの肘当てとか、うん、このなんか小手とかすね当てと一緒で、うん、つけていいんだったらもう使った方がいいかもね、うん、そうですね。佐野、うん、さん的にはヘッドスライディングはした方がいい悪いではなくて、まあどうなんですか、シチュエーションなんです、どうなんですか。だからホームは絶対ヘッドスライディング、あ、今コリジョンで、はい、あのホームはもう絶対ヘッドスライディングの方がいい、はい、まあ、ヘッドスライディング以外ダメ、逆にホームは逆に余裕でまあ帰れるだろうなって時も、余裕で帰れる時は別に足からとかもう駆け抜けてもいいけど、もうクロスプレーの時はもう絶対手から、はい、ホームはその方が圧倒的に速いしセーフになりやすい、うん、それなぜかというと、はい、まずホームってベースが浮いてないからここないねん、つくこと。あ、そっか、はい、こうなることがないんだ、はい、でキャッチャーも今ブロックしてないから、はい、キャッチャーの足につくこともないのね、うん、ちゃんとベースに行けるわけ、はい、でしかももしベースがここにあった場合、はい、こう避けながらこうやって行けるわけ、はい、そのこういう風に、はい、ヘッドスライディングは、うん、でも足で最悪は足でスライディングしながらここでこうやってタッチするやつ、
はい、もう足越えてんのに手でタッチしてないからアウトになるのよ。あだから足で行くんだったらもうベースに向けてまっすぐ、もうまっすぐ、うん、もうここがベースだったらもうまっすぐ足で行かないと、はい、すーこれも最悪。そうですね、余分ですね。そうそう、超えてんのにタッチされるから、うん、だから足で行くんだったらこうだけど、うん、このまま行けばタッチめっちゃされやすいのよ、はい、まっすぐ行くんでキャッチャーに、うん、でいっぱいタッチするとこあるじゃん、うん、手だと結局よく見たことあると思うんだけど、ここら辺にタッチしに行こうとして手が先に入っちゃったみたいな、はい、こっちが先に、そうそう、あるから、もうホームは絶対ヘッドスライディングの方がいい。確かにホームにこう最近神の手とか避けてすごいプレーね、なんか足のキャッチャーをすり抜けてとかね、そう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 、ありますもんね。だ若干体は逃がして手だけでこう、手だけでホームっていうのが一番タッチしにくいから、うん、はい、で肩ぐらいに行ったら追いタッチになってタッチされる前にさっき手が入ったとかなるから、うん、もうホームは絶対ヘッドスライディングの方がいいけど、はい、他の類は正直ヘッドスライディングは、まあ、気類は仕方ないよ、牽制で帰る時とか、うん、仕方ないけど、特にファーストはヘッドスライディングを俺はしない方がいいと思うよ、もしそんな下手くそなんだったら。あとね、ヘッドスライディングね、怪我する理由もう一つあるの、はい、練習しないから、ね、ヘッドスライディング練習ってないんですか？確かに見たことないな。見たことない、はい、キャンプとか行ったって2時間ぐらいその試合前の練習とか、うん、ずっと見ててもヘッドスライディングしてる人そういえばいないんですよ。見たことないで、キャンプとかでも走塁練習とかって言って、うん、足からスライディングするのは見たことある、はい、でもあのヘッドスライディングしてるやつ見たことある？ない。ないじゃん、はい、だ下手くそなやつがそんな勢い任せて試合になってヘッドスライディングしたら怪我するに決まってんじゃん。じゃあいつ練習してんですか？してない、してない。そうなんですか？俺だってプロ野球人生16年、はい、アマチュアも含めたら30年野球してるけど、はい、ヘッドスライディングの練習したこと一回もない。あ、じゃあもう感覚でやってるってことですか？そう、だから、じゃあ、だからこういう場合ね、だからヘッドスライディングを練習ではしたことあるよ、はい、でも、うん、その試合、練習の中でよし、じゃあ今からヘッドスライディングの練習するよって言って、はい、練習したこと一回もない。へー、じゃあまあ個人的に、まあ、タイミングとか、まあ、この辺からかなとか感覚つかむぐらい？うん、だからやんないよ、だから。あ、個人的にもやってる？やんない、やんない、やんない。あ、じゃあもう勢いで勝手にやってるだけ、試合になったら。それは怪我するよ。そうか、もうアドレナリンで、うん、もうその興奮状態でシャーって言ってるのか。そう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 、だからあの牽制の気類のヘッドスライディングは練習でしてる人もいるよ、はい、牽制のね、うん、帰りっていうの、はい、でも走ってドーンで練習してるやつほぼ見たことない。いや確かに。いや順番にみんなドーンドーンみたいな見たことないよ、はい、でもなんかスライディングだとバッティング練習の中で走塁練習でセカンドにスライディングしてるとかは見たことあるじゃん、はい、なんかあの練習用のズボンを履いて、はい、足から、そうそう、スライディング練習してるのもキャンプであるけど、あります。頭から見たことないやろ。ないですね。まあそういえばそれ怪我するで、練習せえへんねんから。え、じゃあこれした方がいいんじゃないですか？やるんだったらね。俺はもうだから、もしヘッドスライディングするんだったら、はい、もっと幼少期から練習した方がいいと思いますけども、うん、これを見てる、はい、アマチュア野球少年少女、はい、もしくは指導者の皆さん、うん、どうですか？そんな頻繁にヘッドスライディングの練習させてますか？ね、してませんよね、うん。だって俺はしたことない、頻繁にね、はい、いや1回やったことあるよっていう人はいるかもわかんないけど、じゃあそれを継続的に頻繁にやるかっていう、うん、そうですね。いや佐藤さん的にはどうですか？じゃあ今アマチュアの方々はやった方がいいですか？いや、やらすんだったらやった方がいいよね、まあ、プレーの中で、うん、じゃあここはスライディングで絶対行った方がいいっていう考えの人はやった方がいい。そう、ヘッドスライディングをもし用いたり重要視したりとか、うん、それを選手がやるの、はい、チームが多いんだったら絶対やった方がいいね、練習は。そうですね、だって今みたいにこうやってね、うん、こんなこうやってやるのなんて俺はもう楽勝にできるけど、はい、やったことなくて突発的にやれて練習やってなかったらできないじゃん、はい、癖つけなきゃいけないしね、うん、でそれで今こう中のその突き指防御みたいなやつをしていいんだったら、はい、まあアマチュア野球もした方がいいけども、うん、でもそれをできないんだったらもう やんないと、うん、ガーンって指折れて終わり。そうですね。しかも試合中なんてアドレナリン出てるし、そうそうそう、もうバーンって突っ込んだらね、うん、しかもよ、はい、そのヘッドスライディングで年間怪我するのがプロ野球でも数人結構いますよ、ね、いるじゃん、はい、のにしないのよ、不思議でしょ、うん、そうですね。だから俺はもうプロでももっと練習した方がいいと、やるんだったらね、うん、それかもうファーストは飛び込むなとか、はい、ルール作る、うんうん、でも三塁ベースのサードとかヘッドスライディングするやん、はい、セカンドとかもね、うん、だからもっと練習した方がいいよ。でもこうやってやろうって意識を持てば、プロ野球選手ってみんな身体能力高いですから、練習しなくても、まあ、この意識持てばできそうですけどね。だから無意識にできるまで練習しとかなきゃいけない、ね、確かに常に無意識の領域に行かないといけないですね。そうそうじゃないと、そんな突発の時に、うん、あ、こうやってやんなきゃって考えれないじゃん、はい、いや確かにヘッドスライディングに怪我するってなんかもったいない気がしますよね。もったいない以外の何もでもないよ、うん、
そんな一個のために。そうですね。しかもよ、日本シリーズとか国際大会とかもう無二の試合で、はい、これ負けたら終わりやの時にもうそれで行って怪我して、うん、だったらまあまだ100歩譲って、はい、うん、まあいいけど、そんなね、たかがっていう言い方もおかしいけど、レギュラーシーズンの一つで、うん、そんなんで怪我したらもったいないやん。そうですね。しかもどうするよ、指をなんかちょっと曲がってなったりとかあるじゃんね、うん、はい、だから練習した方がいいよね。俺はもうファーストはもう絶対駆け抜けた方がいい派。はい、ファーストそんなにも実証されてるわけです。そんなに変わんないって。そう、変わんないし、うん、ひょっとしたら駆け抜ける方がちょっと早いっていう可能性もある。へえ、スライディング下手くそだったらね、うん、上手い方はもしかしたらそっちの方が早い可能性ももちろんあるわけですよね、うん、でもまずこのズズってなったらそこで摩擦でちょっと遅れるからね、うん、ヘッドスライディング、はい、それだと走ってる方が速くない、うん、私もちょっとその辺分かんないですけど、ヘッドスライディングの方が速い気しちゃうんですけどね。うまく飛べばね、うん、飛び込めば、うん、うまくね、うん、はい、まあ、足を合わせて飛んだらそっちが遅くなる可能性もあるからね、うん、一概に言えないけども、ね、怪我するリスクまで背負って、うん、そんなって思っちゃう俺は。そうです、たまにそのファーストベースの踏み方で足ひねる方とか結構いますよね。うん、いるいる。だから練習しないから踏み練習しないからじゃあそこも練習に入れましょう。そうそう、だからアマチュアの野球教室行っても、はい、踏み方間違ってるとか間違って教えられてるとかいるもんね、はい。そうです、結構私足あってなる人見ますもん、まあ、俺はスピードがないからなんないけど、はい、そうなんですね。そう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 、はい、やっぱスピードがある方がね、うん、やっぱそ何でもそうだけどスピードがある方がなりやすいからね。そうですね、まあ、プレーでやることはアマチュアの方もプロもまあまあ練習はした方がいいですね。そうそうそう、だからもう一つだけ言いたい、どうしてもやりたいんだったら、うん、練習しろよっていうヘッドスライディング。そうですね、うん、練習しましょう。